皆さんこんにちは、ペトでございます。横綱物語続きやっていきましょう。1521回目ですね。では九州場所本場所前半戦です。番付が、4横綱4大関4関脇の2小結となっております。南星龍さんが前頭筆頭で、上位陣強いところは飛燕さん、飛天翔さんどうやったっけね、で雪富士さんで、若おばさんも調子よければ強いで、5枚目にいる竹の富士さん、戸越嵐さんで、影朗さんもね強いとき弱いときはっきりしてるけど、で9枚目にね尾花沢さん、10枚目に霧風さんで、11枚目にしぐれさんと港川さんとかで、塩見岳さんもね強いときと弱いときはっきりしてるよね。重量はこんな感じですね。はい、では堀川さん、その竹の富士さんと出し投げ対決で、一条さんは若青葉さんね、で黒門さんが南星龍さんと、南星龍さんと大宮さんがね第4グループになっちゃうんですよね。中田中里さんとの同門対決か。そして出水さんが百鬼丸さん、百鬼丸さんは上が詰まってるんでね、なかなか上がれずじまいですけどね。松山さんは大憲法さんとですね。それでは初日松山さんからになるのかな。はい、大憲法さんが初日の相手です。あ、残った、一条さんあれにするの忘れてたね、組んでいけにね。残った、残った、松山さんじわじわいく。さあ追い込んで土俵際組んだ、寄り切り、初日取りました松山さん。そして出水さんからですね、初日は百鬼丸さん、ここは押し2つ、百鬼丸さん押し返してくる、押し合いになった、一気に追い込んだが、ここは百鬼丸さん土俵際粘る、はたき込み、これは2発目が決まる、連発でした。黒門さんは初日南星龍さんですね。南星龍さんもだいぶちょっと落ちてきたんかなっていうところですね。最初の勢いは、ここで黒門さんついた、追い込みましたが、組んだのは南星龍さん、土俵際はたき込みはこらえる、差し替われば勝機、差し替わった、猫魂最後は押しました、押し出しです。黒門さん勝ちました。そして同門対決、中田中里さんと大宮さん、先手大関がまず押しに入ります。さあじわじわいく、あ、一気にいった、土俵際大宮さんこらえれるか、土俵際押しをこらえるかなりこらえているが、ここで押し出し、根負けしてしまいました。さあここからは4横綱猪熊さん、初日は玉隼人さんと、玉隼人さん押し返して真ん中に戻しました。再び横綱の突きが入る、ここで差し替わります。土俵際一歩手前、差し替わった、さあ一気に寄った、追い込んで、まだ粘る玉隼人さん、組んだ、寄り切り、猪熊さん勝ちました。そして一条さん、初日は若青葉さんとです。残った、残った、一気に
ついて追い込みました。あー寄り返してきた。今度は組んで寄ろうとするが、ここで差し替わる。土俵際、ああ戻してきた。もう一度寄って踏み込みたいところだが、ここはあ一気に勝負に出た。土俵際でこだましいらんねんあれ。より2つ返してきた。さあ今度は横綱突き、けたぐり、これはこらえた。今のはとったりかな。さあこらえて突き出しました。堀川さん初日は竹の富士さんとです。さあまずは先手横綱の押し、そして組み直して竹の富士さんがまわしを取っている。押し返した。今度は横綱突きに入る。押し一気に行くか。土俵際一歩手前で止まる。竹の富士さん寄り返した。差しが甘い、出し投げ、これはこらえた。横綱の突き一気に勝負に出たいところだが、また土俵際一歩手前で止まる。勝負に出た、押し込みました。最後は突き出し。結びの一番、下田千里さんは初日の相手戸越新井さん。おーこらえる。ようやく4回目の押しが入った。はたき込み、これは甘い。一気に押しに入って最後は突き出し。初日ゲームマンさん、ゆきゆきさんに敗れました。そしてあとは順当勝ちかな。あー影朗さん、なんと菅駒さんのケタグリに敗れた。そうですね、シグレさん、キリカゼさんは普通に勝ってますね。重量はこんな感じということで、三役初日ゲイブナダさんが黒星スタートとなっておりますね。あと千代の鶴さんもね、初日黒星スタート、まあ立ち風さんでしたけどね、敗れましたね。では、あと百鬼丸さんはまあデミツさんとでしたからね。では2日目いきましょう。堀川さんが若青葉さんと、一条さんはここからちょっと組んで気にします。はい。聞いてくれないねやっぱり。で、黒門さんが百鬼丸さんと、大宮さん2日目、立ち風さん勝てるか、出水さん南西流さんと、下田千由里さん玉隼人さんと、中田千由里さんが小結び千代の鶴さん、猪熊さんは戸越嵐さんで、松山さん結城富士さんとです。松山さん2日目は結城富士さんと、ここからは多少はしょっていきますね。そして大宮さん2日目は大関立ち風さんとです。さあ先手先に組んだのは大関立ち風さん、寄りが一つ入る。手が出ません、上手投げ、大宮さん2連敗。出水さん2日目は前頭筆頭、南瀬龍さんこちらパスして、黒門さん2日目は百鬼丸さんと、ここは一気にいく、一気にいく、一気に追い込んだ。土俵際戻してきます、百鬼丸さん。再び黒門さん突きに入って、土俵際またこらえる百鬼丸さん。差し替わるか、差し替わらない、下手投げはこらえて押し出し。中田千里さん2日目は小結び千代の鶴さんとです。さあまずは突きを入れました一つ。
ついて追い込みます。そしてケタグリー。猪熊さん、2日目のお相手は戸越荒さん。一条さん、2日目は竹の富士さんと堀川さんは若青葉さん。2日目結びの一番、下田千里さんは玉隼人さんとです。ここは4横綱きっちり勝ちました。松山さん上手出し投げで敗れましたね。やっぱり霧風さん強いよね。はい、2日目終了。三役2連敗は千代の鶴さんと百鬼丸さんですね。で、松山さんも一つ敗れて1勝1敗となっております。3日目黒門さんが千代の鶴さんと、大宮さんは出水さんとの同門対決ですね。あ、一条さん、私またあれにしちゃったかお任せにしちゃったか。ダメだ、どうしても忘れちゃうねはい、3日目松山さんは2連敗中の飛天翔さん、出水さんと大宮さんの同門対決。2連敗中の大宮さん、2連勝中の出水さん。さあ、ここは大関2人、あー、一気にいった、一気に行きました、ストレート勝ち。黒門さんは小結び千代の鶴さんと、さあ大関突き倒し、一気に勝負に出た。そのまま突き倒し。中田千里さん、3日目は百鬼丸さんとです。さあ先手大関の突きが2つ、ここは百鬼丸さん押し返しました。突き2つで追い込んだが、まわしを取った。土俵際粘る百鬼丸さん、もう1回大関チャージをかける。今度はこらえる。ここで差し替われば、差し替わらない、差し替わった、突き出し。ここからは4横綱、猪熊さん、3日目は竹の富士さん、一条さんは戸越荒さん、堀川さんは玉隼人さん、3日目結びの一番、下田千里さんは若青葉さんと。一条さん、はたき込み使ってる。ああ、南西流さんと立川さんは、立川さん勝ちました。暁さん、なんと幸次さんに首投げ。松山さんはケタグリーで2勝目、桐風さん3連勝。3日目終了です。暁さんに1つ土がついて2勝1敗、幸次さんがやっぱり強い、3連勝ね。で、霧風さんも3連勝ですね。では、このまま4日目いきましょう。さあ、ここからは横綱対第4グループね。まずは堀川さん、南西龍さんと、一条さんは小結び百鬼丸さんと、おりゃ組まないな大宮さんと下田千里さん、出水さん、ここはどうも対決ね。中田中さんは荒日高さん、猪熊さんが千代の鶴さんと、で松山さんが豪将軍さん。今日はペースが早い、4日目に入っております。松山さんは3連敗中の豪将軍さん、出水さんは2勝1敗の上総灘さんと、黒門さんは鈴鹿駒さん、こちらもお相手は2勝1敗、中田千里さんは荒井日高さん、荒井日高さん1勝2敗、
猪熊さんは3連敗中、小結び千代の鶴さんと、2つ入ったところで千代の鶴さん1つ押し返してきました。ここで組んで猪熊さん寄りに入る、勝負に出るか。千代の鶴さんまた押し返してきた。今度は横綱突きに入る、2つ目が入らない。今度はより2つ入った、一気に追い込む、そして突き出し、猪熊さん4連勝。一条さんは小結び百鬼丸さんと、さあ先手、ここは百鬼丸さん先に押しが入りました。あ、押しが2つ目、これは一気に行くか、苦しくなった。釣りをこらえて、あー突きに入った、1つ戻しました。勢いで来る、よったー、一条さんここで敗れました。堀川さんは前頭筆頭、男性流さんこちらはパスします。そして4日目結びの一番は同門対決、柴田千里さん対大宮さん。突き落とし、下田千里さんの勝ち。まさかの一気に行かれたね、一条さんが敗れるという波乱が起きました。松山さんは2日連続の桁繰り勝ち、ゆきじさん下手投げで勝ってます。桐風さん、あ、そうか、赤月さんは桐風さんとだったんでね、桐風さん敗れました。4日目終了、一条さんに土がつきました。で、4連勝はごめんなさい、我が部屋が6名で、あと立川さん、テロの花さんね、で、ゆきゅうさんがね4連勝、下位は3勝1敗、小畑沢さん、桐風さん、あ、時は海さんとね3名、十両4連勝、雷光さんね、で琴宗秀さんとジバさん3名か。こちらも早々にね、結構土がついてるのがね早いですね。では5日目、堀川さんと百鬼丸さん、一条さんはあ、喉が調子悪いね、ごめんなさい、南西流さん、黒門さんはカズサナダさんと、大宮さんがイノクマさんとの同門対決で、水さん、鈴鹿駒さんと、下田樹里さん、千代の鶴さんで、中田千代里さん対影郎さん、イノクマさんは大宮さんとの同門対決で、松山さん、港川さんとですね。皆さん最後の場所だからね、勝ち越してほしいんだけど、まあ6日目までは厳しいよね。松山さんは港川さん、お相手は1勝3敗で、水さんは2勝2敗の鈴鹿駒さんと、黒門さんは和沢さん、こちらも相手2勝2敗、中田千里さんは影郎さん、影郎さんあまり調子よくないですね、1勝3敗。そして同門対決、4連勝中の横綱猪熊さん対前頭筆頭大宮さんは4連敗中。さあ先手、横綱の押しと突きが入った、そして突きで一気に追い込んだ、土俵際ここは大宮さん粘る、もう一回ついて追い込んで、ここは大宮さんよろずすが寄れません、押し出し、猪熊さん5連勝、一条さんは4連敗中の南西龍さんで、堀川さんは百鬼丸さんですね、1勝3敗、昨日は一条さんを一気に行って破りました。組ませに行ったのが良くなかったのかな。もう任せようか、やっぱり一条さんは。まあ一場所だけ見ようっていうのもあったけどね、忘れがちになるね、どうしてもね。さあここは堀川さん優勢、突き倒した、
下田忠司さんは千代のツールさんです。千代のツールさん4連敗中、5日目結びの一番、ここは先手押しに入る千代のツールさんですけど、下田忠司さん下がらない、横綱の押し追記、一気に勝負に出た、土俵際突き出しました、下田忠司さんの勝ち。立川さん今場所、あ、照ノ花さん霧風さんに敗れた。そして松山さんは、あ、港川さん救った。さあ5日目でここで照ノ花さんにも一つ土がつきましたね、5連勝1人減りました。それでは6日目、堀川さんが千代の鶴さんとで、一条さんは大宮さんとの同門対決を組ませようか、はい黒門さん、かげろうさんと、かげろうさん今場所不調ですね。で、水さんは荒日高さんとで、下田千里さんが百鬼丸さん、中田千里さん、上総灘さんと、猪熊さんが南青龍さん、松山さんは若しぐれさん、こちらは侮れない相手です。6日目に入ります。松山さんは2勝3敗の若しぐれさんと、出水さんは荒井高さん、お相手は1勝4敗、黒門さんは影郎さん、影郎さんも1勝4敗、中田千里さんは上総灘さん、お相手2勝3敗、猪熊さんは5連敗中の南青龍さん、そして同門対決4勝1敗、一条さん対5連敗中大宮さん。大宮さんワンチャンあるんよねこれね、判断力、あー叩いたー、横綱の叩き込み、一敗を守りました。堀川さんは5連敗中小結び千代の鶴さん、千代の鶴さんは上の壁なかなか厳しい状態、あの辺でね、もう立ち風さんとかを破れるようになるとね、千代の鶴さんも関脇とかあるんでしょうけどね。さあここは一気に押しに入った、最後は突き出し、堀川さん6連勝、結びの一番は下田忠司さん、1勝4敗小結び百鬼丸さんと、下田忠司さんもまあズブイ系なんでね、ズルズルいかなければいいんですけど、ここは突き落とし、6連勝。立ち風さん、あー霧風さん、ここで連勝ストップ、ゲイブナーさんに突き落とされました。松山さんは寄り切りでしぐれさんを破っております。あ、ライコーさん敗れたね。6日目終了、6連勝は我が部屋6名は変わらず、あとは立ち風さんと悠久寺さん2人にな、CPU は2人ね、で、関脇4名は全員5勝1敗、小花沢さんも5勝1敗か、あら頑張ってますね。霧風さん2敗目ですね。重量6連勝、琴総衆さん1人になりました。ライコさんは4連勝の後2連敗、5勝1敗は陣馬さんと虹の海さんのお二人、これはだいぶ星が割れそうですね。3勝3敗、4勝2敗、2勝4敗がめちゃくちゃ多いんでね。では7日目、まず堀川さんと出水さんの同門対決で、一条さんは黒門さんとです。さあ立ち風さんと当たるのは誰だ、あまた組ますの忘れてたね。大宮さんここから下と当たります。連勝を重ねたいところ、下田千里さんか、下田千里さんが立ち風さんと、中田千里さん猪熊さんとの同門対決、はいよ、で松山さん大筒山さん、7日目に入ります。大宮さんは1勝5敗の勝ち、岩戸さん、松山さんは大筒山さん、今場所あまり調子よくない2勝4敗、
6連勝同士の同門対決、猪熊さん対中田中里さん。まずは横綱の突きが2つ、3つ目がこらえた。ここで大関突き返す、1つ返した。突き合いとなっております。ケタグリこらえて、ここでまわしを取った中田中里さん、差し替わる。横綱の突き一気に行くか、土俵際一歩手前、大関突き返した。ここは突き合いになる。中田中里さん2つ入って真ん中に戻す、逆転とはならない。激しい応酬からここで一気に落ち着くが、いやー横綱突きに入る。すぐに押し返す。一進一退が続きます。押しがこらえ、あー3つ目が入った。なかなか外掛けに持っていけない横綱、そして桁繰りが入らない大関。ここで逆転か、いやすぐに突き返した。中田中里さん押しに入った。勝負に出るか、逆王手、ケタグリー、大関が勝ちました。一条さん5勝1敗、黒門さん6連勝の同門対決2つ目。黒門さんが一気に寄った、寄り切り、一条さん2敗目。堀川さんと出水さんも6連勝同士の一番です。同門対決3つ目。出水さん押しが2つ入った。あーここで追い込む、押し出し、勝ったのは大関出水さん。結びの一番も6連勝同士です。柴田千里さん対立川さん。立川さん今場所はここまで星を落としておりません。さあまずは寄ってきた、寄りが2つ、手が出なくなった横綱。寄り切り、なんという横綱全員敗れました。松山さんやっとで、大宮さんがやっと初星ですね。ごめんなさいむせちゃった。7日目でなんと横綱全員が敗れるという大波乱。そして大関4名が7連勝、ゆきじさんも今日勝っております。7連勝5名となっております。えらいこっちゃなこれね。おばさんさん2敗目になりましたね。6勝が下ではいない。では前半戦ラスト、よかみいきましょう。立ち風さんには勝ってよっていうところやけどね、一条さんがどうしたのっていうところでね。黒門さんが堀川さんと大宮さん下へね。猪熊さんと立ち風さんがここは勝っといてほしいな。さあ8日目です。1勝6敗同士になりました。大宮さんは諸瀬戸さんと、松山さんは5勝2敗の尾花沢さん、今場所まあまあ好調。そして猪熊さんは7連勝中、立ち風さんとです。先場所のあのね、あれが成績が嘘みたいな立川さん、今場所は好調で迎えております。ここは2つ一気に勝負に出るか、差し勝った。
土俵際一歩手前で止まります。押しに入った横綱を突き出しました。立ち風さん連勝ストップ、お互い7勝1敗同士で中日終了。そして同門対決、5勝2敗の一条さん対7連勝中デミズさん。ここは横綱突きが入った、一歩進んだと、あデミズさん真ん中に戻す。今度は横綱押し、押し合いになる。一進一退が続く。デミさんここで押しが2つ目、真ん中で止まりました。さあここは横綱が動いた、次た一気に勝負に出るか。いやここで止まる、またデミさん押し返してくる。勝負に出た横綱、突き押し出しました。なんとか2敗で踏みとどまりました。そして堀川さん6勝1敗、黒門さん7連勝の同門対決。昨日は一条さんを圧倒した黒門さん。残った。黒門さんじわじわと行く、押し込んで土俵際より倒し、黒門さん8連勝。そして結びの一番、下田千里さん対中田千里さん。6勝1敗の横綱下田千里さん、7連勝中の中田千里さん。中田千里さんは全勝で中日迎えるか。ここは下田千里さん突き返す。一気について追い込んだ、土俵際苦しい横綱、いやー寄り返した。ついて、ま、一気に真ん中に戻しました。真ん中で止まります。今度は横綱突きで一歩進めた、寄って二つ、土俵際一歩手前、そのまま行くか。ケタグリ、これはこらえた、一つ押し返した。再び土俵際一歩手前で止まる、ケタグリ決まった、二発目が決まりました。中田純さん8連勝。大宮さんは2勝目やね。あー霧風さんここも敗れました。飛燕さんに、ゆうきじさんなんと港川さんに敗れて連勝ストップ。前半戦終了しました。8連勝ターンは中田千里さん、黒門さんの2人、7勝1敗井の熊さん、出水さん、立川さん、寺原さん、松山さん、赤月さん、そして結城富士さん。横綱は3人が6勝2敗で中日終了。下位は尾花澤さん5勝1人かな、あとはね全員その他負け、ここから下で、ね、負け先行ですね。で十両は8連勝いません。6勝2敗が最高かな、いや琴奏秀さん7勝1敗ですね。それでもね3勝5敗5勝3敗4勝4敗が多いんで、かなり今場所完売さんを除いて、あと北大星さんか、2人を除いて星が割れております。沼津沢さんも1勝7敗なのね。今場所は難しすぎな優勝争いね。まだね関脇の4名も7勝1敗なんでね、読めないですよね。まあ、普通に行けばね中田中さんと黒門さんかなーいうところですけどね。はい、だいぶちょっとね、展開の読めない後半戦となりそうな予想がされております。後半戦もお楽しみにしておいてください。ではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。